なるほど、難しいね。あ、どうも、かじまやです。お風呂に入りたてです。みんなコメントしてくれるとかじま読めます。コメントしてくれると読める、ありがとう。あ、そしてかじまただいま順位が2位ということで、なかなか難しいかな。いや、負けるな自分。あやって呼んでいいのだって。どうしようかな。いいよ。いいよ、嘘です。難しい漢字を書いてる。カジです。明日はねリハーサルなんだけど、一日リハなの、朝から。で、危ない、これ言っちゃうのかな。とある朝一でとある何かをやって、でお昼はアップが仮とのツーマンライブの2班です。でそれブロックで通して、最後に、くまりデパートさんとの、ツーマンライブのリハーサルがあるんですけど、明日の必要なものはここにあって、それが私、いや全然終わってないと思って今焦ってるところでした。ちょ、時間が足りないよね。毎日のスケジュール決まったらって、あ、そっちじゃ先来ますね、すいません、少々お待ちください。よし、明日のスケジュールですね。明日は夜ができるから、朝ができなくて、お昼ができるかな、いや無理だな、やる、夜だ、ごめんなさい、夜だけになっちゃうかな。うーん、申し訳ない。いや無理だ、だって明日テレビ電話特典会があるから、この時間にはできない。皆さん、テレビ電話特典会、明日開催するので、よかったらご参加お待ちしております。よろしくね、ありがとうみんな。実はですね、私買っていただくと私のところに通知が来るんだけど、もうね、実際に買っていただいた方来てます。通知ありがとうございます。待ってますね。だから明日の For You はえーと8時からってことなので、この時間はできない。だから9時からやりたい。あ、ファリコンとかぶっちゃうな、申し訳ないな。21時半からにするか、キリかぶっちゃう、申し訳ない。22時から20、あ、いいと思います、とってもいいと思う。なので1時前、マニコンの前、フォーユーの前にやりたいので、間に合うか分かんないけど言っておこう。そうだね、うん、これがいいかな。一回できない、ああ間に合わないな、ダメだ。なので、ああ昼できる、ああできないかもね、昼できないかもしれない、ごめん。朝ラジオぐらいだったらバタバタ集計できたりするかな。できるかも。いや無理かな。いや、やるんだよ、できないとかじゃない、やるの、任して。いや、いけるって、そんなに難しい話じゃない、負けんな。いや、誰と戦ってんの私。これぐらいの時間かかって余裕持ってできるんじゃないかな。朝8時早いか、起きれる人だけで全然いいからね、無理しないでくださいね皆さん。よし、ファニコンにあげ、間違った、ショルムにあげちゃおう。私が寝坊しなければね。よし、いいんじゃないの。あ、間違えた、最後の時間
ちょっと変えたいかも。私次の日めちゃいいんだよ。どうしたいんだろう。35からとかする。あとゲリラでどっかできないかなとか思ったり。私が昼お昼、あでもお昼休憩ってほぼないんだよな明日。間に合わなかったらごめんなさい。こちらでいきます。すいません本当に頑張ります。よかったら遊びに来てください。せっかくのネイルが一個ストーンがどっか行っちゃってちょっと泣きそうです。 こんなことやるタイプだったし泣くときってうちこうやってやるの初めてやったわ。ちょっとさネイルリアがネイルリアがちょっと乾燥してるんだけど、あったネイルオイル。つけとこ。もうねささくれピーナッツだよね。待ってよごめん本当にメンバーみんなに遅くなりすぎて申し訳ないな。まあでも11時だったらギリみんな起きてるっしょ。私のせいで。そうそう立ち位置をねつけなきゃいけないんですよ。そう私なんですけどマジで遅くなっている。やりたい気持ちはやまやまなんだよ。でもさ本当にマジでごめんなさい。言い訳とかなんもないごめんなさい言い訳とかも全くないごめんなさい本当にごめんなさいっていうだけそれだけ。おっちゃんありがとうございます。ありがとう。ホットチン可愛いただきました。ありがとうございます。そう始まってた。そうあのさ通知いかなかったでしょ。私間違えて21時半にせっかく配信したからさ多分通知いってない。みんなありがとうね本当に。これ立ち位置つけながらやってもいい配信。マジで早く送んなきゃいけない気がしてるんだよねメンバーに。ごめんなさい。だからさみんなあのなんか質問してくれたらあの答えられるよ。質問してくれたら答えられるだけど自分から話を切り出すのがちょっと苦手かもしれない。ごめんなみんな。私って本当にもう幸せの半径流しちゃうんだからみんな寝ないでねこの曲眠くなるっていう感じだよね多分きっと。よし明かりを消そう耳を塞ごう君のこと聞こえるように泣きながら帰る日もあるね。私こんな怒るタイプだっけ。ごめんね眠くなるよ寝るなんて鹿島の TikTok バズらせるだってスピンで TikTok 撮ってさ私が私のことを愛してってやらなきゃ。今週のおすすめ映画え ちょっとネット振り開くね。見たよ映画なんか。あでもスズメの戸締まり面白かったっていう。あとあれも面白かった月の満ち違う当てる月の満ち欠け。最近見に行った映画2つ面白かったです。なんか鑑賞履歴みたいなのないのかな。履歴はないか。ないな履歴って見れないんだね意外と。そうそうでもやっぱバトンはなんだっけバトンあそしてバトンは渡されたをみんな
た方いたら教えてくださいって感じ。うん、そしてバトンアウトされたは面白いなって思った。映画館で見に行こうと思ってたやつだったんだけど、なんか終わってた。最悪って思ってたんだけど、ネットフリでやっと出てきたよねっていう。うん、やっと見れたんだよね。待って、全然違うんじゃないけど、マザーっていう長澤まさみさんの映画があって、私これはみんなに見てほしいなってめちゃめちゃ思うかも。見てほしいなっていうか、私的にすごく数々の映画を見ていますけども、すごく印象に残っているかも。うん、フォルトゥナの瞳っていうのちょっと見たいなって思ってます、最近。でもちょっとまだ見れてないです。真剣何見てんのって、ネットフリの私の履歴じゃないけど残骸。おっとぅだるまありがとうございます。スペース&ベンチャーコブラってなんだろう、それ救急車来たって、あれか、起きてみんな、この幸せの半径を流しながらやるけど、ごめんね、今から私は明日のリハの準備をしなきゃいけないという奇跡。名作だって。あ、そうなんだ。フィルムマークスって何？ちょっと検索しよう。フィルムマークス、何これ、レビュー、あー見たい、何これ、え、待って、あーじゃないよ、これはどういうサイトなの、なんだろう、これはどういうやつなんだろう。レンタル開始予定って。家事が得意そう。これ映画。何これ。自分で感想とか評価とかもできる。見たもの、見たいもの、リスト見、え、やろうこれ、めっちゃいいじゃん、入れよう、アプリこれ入れて、入れよう、一重百千万重、え、私どれぐらい映画見たのかさ、わかるじゃん、これで。これ何、アプリあるの、なんてやつ、フィルマークス、やってみます。まだ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 、どんどんどしどしコメント待ってます。フィルマークス、チャーリー・ブラウンです、はい。最近チャーリーブラン髪型変えたんですけど、どうですか、ミスドンさん。チャーリーブラン新しい髪型になりました。映画ながら見、そう、映画ながら見が大好きで、そうなの、なんかもちろん映画館に行って見るのも好きなんだけど、何かしながら見るのが大好き、マジでながら見ばっかりです。だからなんかこうガチの映画オタクとかじゃなくて、本当に BGM のように聞いてます。さっきまでラジオ聞いてましたよ、私ラジコで。ラジコでラジオ聞きながら料理作ったのか、うん、で初め加入した時っぽくない、確かに
でもなんか前髪をめっちゃ分厚くしたんですよね。ノーセットなんでちょっとこんな感じなんですけど、ちょっと髪型変えたっていうイメージ。カジちゃんライブでリコーダー息苦しさ感じる、大変だねだって、体力消耗しちゃったんだって。リコーダーライブでリコーダー息苦しさ感じるって、あー結構疲れるよ。でもリコーダーすると息できない、あの息吐くっていうの結構きついね。逆にね、あのあれなんだよね、歌わないで踊ってる方が疲れたりする。メンバー登録しよう。あマイページ作りたい。アカウント作っちゃおう。沈黙シリーズルーレット。え、登録後に変更できないって書いてある。あ違った、なんとか あダメだ、これいいのかな。登録者を、これめっちゃいいじゃん。ちょっとゆっくりやるか。来た。いいね。すごい、めっちゃ面白そう。これやりたいです。見たやつを、え？見たい作品をだって。見たい作品か。なんだろうな。あ、母性見たい。こんな感じで3つも、はあ、待って、あれだわ、来たアップがかりさんとのツーマンのステージ構成。おお、なるほどね。あーね、モニターはそっちなんだ。 DJ、 あ、なるほど、出発系がこっちか。 OK、 明日ってね、このリハーサルだけど、私そんなに忙しくないんだよね。あのアップが仮人気ツーマーね、私これだよね。でそう、ね、いろいろリハーサルがあるんで、皆さんお楽しみに。ありがとうみんな。よいしょ。沈黙シリーズめっちゃみんなおすすめするじゃん。やばすぎる。あーやばい、なんかシャーペンを久しぶりに今使ってるんだけど、バキバキ折ってます。なんか筆圧忘れたよね。なんか優しく書いてたっけ。でも昔からめっちゃあれなのよ、筆圧がめっちゃ濃いの、めっちゃバキバキ折れるんだよね。困ってる。 HB 使ってるんだけどね、筆圧濃すぎてバッキバキ。48作品あるって。こうちゃん、カジです、どうも、カジマヤと申します。ながらショールームになっちゃってて申し訳ない。エイミーハット、ありがとうございます。ありがとう。今のいたおおおお、筆ペン使えばいいやって。いや、みんなさ、シャーペンだったら何使いますか。私は B の 0.3 がずっと好きでした。でも今はちょっと筆圧が、もともと筆圧濃くてめっちゃボキボキ折ってはいたんだけど、そう、今は HB 使ってます。でも B のあのサラサラかける感じと細い 0.3 が本当に好きだった。
0.9 のシャープペンって、あ太いね、めちゃめちゃ太。 HB0.3 だって。あ待って、これ 0.3 だった。 0.3 の HB 今使ってんだ。うーん、そうなんだ。えって 0.9 のシャープペンってあるんだね、面白いね、すごいね。 F、F って何？調べてわかんない。 F はどこら辺なの？シャーペンほんと学生終わったらマジで使わなくなっちゃった。お揃いやった。あ一緒だ、 HB の今 0.3 一緒です、使ってる。おーとぅー、ありがとう、ありがとう。あそうなんだ、 F ってなんかあったな、もっと薄いんだっけ、書きやすいな。 2B 鉛筆とかも 2B 最高だった。 2B めっちゃ好きでした、小学校は 2B の鉛筆使ったかも。 B の 0.3 のシャープはずっと高校生の時ずっと使ってて、うん、これあの高校の時に使ったシャープですよ、ずっと高1から高3までもう1本もシャープは変わんなかったかな、ずっとこれ。ほんと物持ちよすぎて新しい文房具とか一切買わなかったね。消しゴムぐらいなくなるものは買ってた。でも消しゴムもずっと同じ消しゴム使ってて、なんだっけ、小学生消しゴムみたいな知ってます？小学生なんとか消しゴムみたいな、そういう消しゴムがあるのよ。ちょっとなんか可愛くはないよね、でもそれずっと好きで、ずっとそれ高校1年生か高校3年生までずっと同じ消しゴム買い、ぐるぐる買い続けてました。昔は HB だけど今だと筆圧弱い。あ、学校の先生が濃いのにしないと見えないって。そうなんだ、一本のみ、一本のみじゃないよ、これあの使ってただけで、もうあと2本ぐらいあったかなシャーペンは、うん、でもずっとその3本だけで過ごしてました。 1.3 ミリもあれた、太いね。あでも1.0 のボールペン使ったりしたけどね、ボールペン。ミポーザーありがとうございます。なんかさ、カチ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 ってこうさ、いろんな色が出るやつあるじゃん、ね、なんかそのペンシルの部分をさ変えられるみたいなあるじゃない、あれ使ってました。 なんだっけ今は流行ってなかったりするのかな、最近はボールペンしか使わない。そうだよね、あそういう意味なら私もずっとドクターグリップ、あ違うかも、あの3本買ったのよ高校に入る時かな。中学の時はあれ、中学の時あれ中学の時からかな、同じのずっと。これはでも中学じゃない、あれ中学の時から3本ずっと同じかも、6年間ずっと同じシャーペン、これもしかして中学の時からかもしれない。それはないな、高校の時に、高校入学した時に3本シャーペンがあったのね、その3本のシャーペンをなんか新しいシャーペンとか買うことなく過ごしたよってだけだから、大したすごくないかもごめんね、でも私的にはすごく、だからなんか文房具を買った思い出っていうのが消しゴムとか、それだからこうカチカチって知ってます、こうなんか色変えるやつ、カチカチカチってそれをあのもうインクだけ買い続けてたから、シャーシンとシャーペン、あシャーシンと消しゴムとあの色だけ買ってた。定規も、定規なんかもすごいよ、 100円で買ったすっごい薄っぺらい定規はマジで中学の時からずっと使ってたかもしれない。指でもそこダメになってないかも、めっちゃ元気だよ、元気そう、素晴らしいっていう意味。一生懸命説明してくれますね、私の説明がちょっと難しくなってしまったかもって思って、あの伝わりづらかったよねっていう話でした。キャラカーありがとうございます。またピーポーだ、
物持ちいいねって。そう、私昔から物を買うことっていうのあんまりしたくなかった人だから、使えるものはずっと同じものを使ってたいタイプの。消しゴムとかも新しくしたくなかったし、ずっと同じ。あ、クルトガだ、クルトガ。これとクルトガを持ってたの。そのクルトガもらったんだよ、誰かから誕生日プレゼントで。でそのクルトガと、あと一個なんか、いや、それこそさ、これしか買ったことないかも、シャーペンは。なんかもらったシャーペンだったかも、使ったの。買った思い出があるの。これは買った思い出があるの。そう、なんか思い出してきました、いろいろ。クルトガね、私はね、クルトガね、あんまりね、使わなかったな。持ってたけど、こればっか使って、これが好きです。なんだろう、わかんないって感じ。あ、待って、ホチチンだ、マジだ。え、いいのかな、もらって。私が文房具に詰めしてただけの配信になってしまいました。わー、I love you くまちゃんって言うんだ。じゃあカジからのメッセージを受け取ってください。あ、てか夢中系今日も書かせてありがとうございます。シャーペンの色に合わせてみたらいいんですか、ありがとう。このさ、待ち受けだけしかできんくて辛いもん。もっとなんかないんかな。ちょっとロゴっぽくしてみました。きた、ごめんね、すっぴんだけどいいの。じゃーん、ピンすぎる。こんな感じかな。できた。これをこうして使ってくれるかな。フォトチーンできたよ、カジのすっぴん。すごいね、私すっぴんでさ普通に写真撮ってるけど結構やばいよ。アップするとアップしないでください、皆さんアップしないでください、お願いします。ありがとうございます。ちゃんとかけてた、よかった。次の配信1時間後ですね、10時45分からかな。やばい、ちょっとあと1時間で終わるかな、終わらせます。23時45分から配信。あー、ちょっときつー、ちょっと待って、どうしよう。うわぁ、ちょっと動かなすぎかな、まあ、いっか。できた。え、更新できてないって、ちょっと待って、もう一回。どう、てってちゃんハートありがとうございます、ありがとう。カウント枠です、スタート。え、私カウント枠ってさ、やっぱみんなに届いてなさそうだよね。なんかこれどういうタイミングで、ちょっと私5分ぐらい
ラグがあんのか、タイムラグか、ごめんな。テテちゃんハートありがとうございます。皆さんもしかしたら、もしかしたらね、もしかしてカウントしてくれたりしますかっていう、カウント待ってます。あ、じゃあカウントソングを作ろう。スターティングオーバーかな、やっぱり3、2、1、Let's go! って言ってるじゃんっていう。黙って切るから、ほらね、やっぱそうなんだよ、そんな気がしました。私の声は届いていない、やっぱり。なんかもうちょっとタイム5分ぐらいあれしてた方がいいか。ピエン、あ、待って、めっちゃ鼻殴った、痛っ。こんなことある、みんなピエンって言って、このままボンって鼻殴って、痛い、鼻血出ちゃう。商売道具なのに、頑張る、ありがとうございます。終わった、だって早い、ちょっと早い人もいるな。カウントダウンの方の人、だからホトチンがなんかすごいことになって、1、2、3ありますって、めっちゃカウントしてくれて、ありがとう。カウントがあのヨッシー早いね、みんな早い。てってちゃんありがとうございます。1位の方が1日12回信とかしてみたら、から多忙だけどカウントワーク大事にしていこうで、本当だよね、ありがとうございます。待って、私ってさ、いつもさ配信切るときってさ、最後まで声聞こえてないかったりするのかな、するんだろうな。私結構タイムラグ結構あるんだね、やっぱり悔しい。10秒、もうちょいうち長くやってたつもりだったね。12回やばいね、マジだ。いやー、異常レスチャレンジ3割ぐらい失敗って、あ、マジでそうだよね、5分ぐらい待ってた方がいいのかな、やっぱり。ホトチン、かわいい、いただきました、ありがとうございます。ちょっとホトチンまたもらってしまった、ありがとう。ちょっと待ち受け、恥ずかしい。以上ですの打率あまり良くないのって、ホトチンありがとうございます。こちら待ち受け置かせていただきますね、受け取ってください、ありがとうございます。ラグか、そうだよね、ちょっと異常です、異常です、待機をします。うん、チーの方昨日も1時間おきに配信してたもん、すいません、私ね、ごめんね。そうだよね、できるだけ時間見つけてやりたいと思います、ありがとうございます、すいません。そうだ、ね、5分あった以上ですの あとまたコメントしたくなっちゃう、確かに5分前以上です、やばいね、5分前以上です。やばい、わー、皆さんのおかげですごい近づいてます、ありがとうございます。あと1回配信あるのでね、ちょっと夜遅くなっちゃうから、なんかマイクみたいになって、私マイクで喋ろうとしてるのか、あと1時間後ぐらいになっちゃうから、みんなお風呂とかしっかり入って、お布団の中でも全然いいので、あとね、眠くなっちゃった方はね、全然あの無理せずお越しくださいね、ありがとうございます。回数時間無制限イベントきついよね、まあまあそうだね、そうだねって言うと違うけど、でも逆になんかあれだよね、やりたい時にできるみたいなのが結構あるから楽しいです、私は。うん、でみんなが大変かもっていつも思ってます。
ありがとうだよ本当に。うわ、待って、やばい、佐藤さんだるまありがとう、てっちりだるまありがとうございます。ちょっと待ってくださいね、これは大変なことが起きていることには間違いないと思うんですけど、皆さんどう思いますか。もしかして、もしかしてだけど、これはもしかしてなんじゃない？ラビジェッチ、はい、ラビジェッチ、ヘイ、ラビジェッチ、はい、ラビ、あ、あ、ラビジェッチ、私が1位の女です。ちょっと出来たっけ？本当になんかきついなって思ってきた。ラビジェッチ、私ちょっと1位になった、1位になった、1位だよ、また1位の前しちゃいます、勝ちしまって、ラビジェッチ、ちょっぴりギアわなげみなげろ、はい、時には同意になってね、一番になっちゃった、ラビジェッチ、ラビジェッチ、ラビ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 ッチ、ハイメイク、パチ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 、そっちのパチパチじゃないよ、ラビチュチュ、あやちゃんが1位になってみんながびっくりしてるよ、してるよ、誰かを幸せにしたい、ラビチュ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 、みんなのおかげ、みんなのおかげ、みんなのおかげで髪が一位、勝ち、勝ち、一位だよ、これすっぴんにやるの結構きつい、チュッ、ラビ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 グッとチョキでこっちの勝ち、ノーラマより素敵な私のごちそう、今すぐでもいいんだよ、ラビッチ、ラビッチ、クラップクラップ、クラップ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 、はい、みんなもっと頑張って、クラップ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 、はい、もっとラッサビいくよ、はい、ラビッチ、ラビッチ、もっと一緒にラビッチ、ラビッチ、みんなでもっとラビッチ、ラビッチ、はい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 、ラビッチ、ラビッチ、はい、もっと、さあ、おーおーおー、ラビ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 、かまってくれなきゃないじゃんぞ、うわー、ラビジェッチ、ラビジェッチ、イエーイ、ラビジェッチ、あーあー、ラビジェッチ、はい、はしゃいでた人を発表したいと思います。おとぅ、てっちり、おとぅ、さとさん、さとさん、てっちり、おとぅ、おとぅ、おとぅ、てっちりてっちり、おとぅ、おとぅ、おとぅ、てっちりてっちりてっちり、おとぅ、てってちゃん、てってちゃん、てってちゃん、みっぽんず回ってました、おとぅ、そとさん、なおそらちゃん、走りました、ありがとうございます、走りました。
みんな走ってくれました、ありがとうございます。走り出しと発表させていただきました。皆さん本当にありがとうございました。ちょっとすごく痛いでした、ぶつけちゃいました。あーちょっとてってちゃんが一番走れてることに気がつきました。鹿島屋てってちゃんが走れてることに今気づきました。はい、今はいてってちゃんが走れてることが判明いたしました。はい、ニュースの速報です。てってちゃんが一番走れてることになります、発表しました、速報です。それではてってちゃんに待って、ラビッチなんかしちゃった、ラビチもダメ、ラビチ1位になった時しけた話ダメ、そういう曲だから。それではてってちゃんにラビチチェキ、チェキじゃない、ラビチ待ち受けあげる。カジシマニュース超久しぶりじゃない、昔やってたんですよ、カジシマニュースお届けしますって。てってちゃんにあげます、ありがとう。やばい、どんどん時間がなくなってきた、あと1時間だ。皆さんこのあと1時間後には配信がありますので、ぜひご覧ください。それではお大作戦の以上です。